やっぱり一人で生きていくってのは難しい。やっぱり誰かの手助けって必要なんだけど、どういうのかな、やっぱし、まあ、あと何年生かされるんだろうって思った時に、本当に惨めだなと思いました。がむしゃらに働いてきたけれど、気がつけば一人ぽっち。松尾さんは生きる希望を見失いました。そんなある日、お客さんからあるサークルを紹介されました。がんを患ったことのある人たちで作ったボートのサークルです。声を出し、オールを一つにして漕ぐ練習をしていました。悩みを打ち明けた松尾さんにメンバーが言いました。励まし合える人を持てば孤独じゃなくなるよ。楽しくね、やっていけばいいと思ったし、がんの人はがんの人で助け合いながら、共鳴しながらどんどん頑張っていく、人生を楽しんで生きていくっていうのがすごく、何でもそうですけど、人間とのやり取り。ボートサークルのメンバーの一人、風井蓮さんです。一緒にボートを漕いだ後、松尾さんが見せた嬉しそうな表情が印象に残っていると言います。松尾さんはどうしてこんなに楽しいんだろうって言いました。だから言ったんです。私たちは生きてるじゃない、励まし合える人がいるって幸せなことなのよって。フーイーさんにがんが見つかったのは8年前。最初は落ち込みましたが、家族や仲間の励ましで元気を取り戻したといいます。そんなフーイーさんに去年暮れ、松尾さんから電話がかかってきました。一般の人を主役にしたファッションショーを開くので出ませんかという誘いでした。素晴らしいアイデアだと思いました。こんなチャンスを与えられるなんて。病気と戦う世界中の人に向かって、心配しないで、あなたもこうなれるのよって示したいと思います。自分に自信を失いがちな 5,60 代の人や、がんと戦う人がステージに立つファッションショー、同じ境遇の人を励ましたいと松尾さんが去年から始めた取り組みです。でメイクアップ始まります。でヘアになります。それで服に着替えます。何しろ楽しんでもらいたい、それでライトの下で生き生きと美しくなってほしい。本番当日。My partner, thank you very much. 松尾さんは出演する8人に魔法をかけますよと宣言しました。After makeup, you never know, you know? It's gonna be so good. It's starting. The magic is starting. Not really yet. Starting. She has to be under the light. Fuyi san も変身します。Never in my wildest imagination would have hair like this. Yeah. Even without makeup, it looks good for you. Thank you. 若々しくなったわ。家族は絶対びっくりするわ。ママ、どうしたのって言うでしょうね。会場には家族や友人など80人以上が集まりました。緊張する出演者に
松尾さんが声をかけました。What happened? You must enjoy. Smile. No serious. You have to enjoy, you know? Okay. Today is the Matsuo Shunji Magic Hair Show. Welcome. Matsuo is through this show, even if he has been diagnosed with cancer, it is not the end of his life. If he lives with a positive heart,新しい人生が開けることを一人でも多くの人に知ってほしいと考えています。まず登場するのはエヴァさん。73歳、3人の息子と8人の孫がいます。乳がんを乗り越え15年になりました。スポットライトを楽しむ出演者たち、笑顔がはじけます。次はフーイーさんね。フーイーさんは地味な私が変身した姿を家族に見てほしいと話しています。病気させてもらってすごく自分自身も成長したし、そのためにやってれば神様がどん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 力をくれて生かしてくれるんじゃないかなと思ってる。それを信じてるんですよ。これからもやっていきます。ずっと。 Thank you, thank you. ありがとう。こんなに美しくなれるなんてすごいです。松尾さんがかけてくれた魔法にびっくりしています。妻は輝いていました。私たちに幸せをくれた松尾さんに感謝しています。ありがとう。ショーの翌日、松尾さんはいつものように店に出ていました。珍しく若い男性のお客さんです。 So how did you find me here? Did I catch you here before? No? My girlfriend, Patty?また一人お客さんが増えました。お客様と15分から20分活動している間にもう1秒でも2秒でもいいから、なんか自分の幸せなエナジーを送れたら、ジョニー・マツオのポリシーみたいな感じでそれをずっと伝えていくような感じにしていきたいですけどね。OK, thank youYeah, Happy New Year. Yeah.時間をかけて人生の鉱脈をつかんだ松尾さん。その活躍はこれからも続いていきそうね。